ここは徳島市新倉町にあります徳島大学の本部です。今日はここで新しい番組、徳島大学ってどんなとこというのを収録をいたします。この番組は徳島大学が地域や社会に役立つ取り組みや研究をいろいろ行っておりますけれども、それを分かりやすくお伝えしていくという内容であります。毎回私が案内役で学生の方に参加していただいて、いろんな研究者の方々を訪問いたします。今日は第1回ということで、徳島大学の野地澄晴学長を訪問をいたします。今日参加してくれる学生は生物資源産業学部2年生の塩崎ののかさんです。塩崎さん、今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。と、私は先ほど紹介していただいた生物資源産業学部2年生の塩崎ののかです。と、普段は城山島キャンパスの方に通っていて、こちらの本部の方に来るのは初めてなので少し緊張しますが、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。それじゃあ早速行きましょうか。はい。塩崎さん、はい、ここがですね、徳島大学が毎月記者会見をやってる、はい、コミュニティハブです、はい、ここに、はい、毎回多くのメディアの方が来ていただいて記者発表をやってるんですけれども、はい、徳島大学の珍しいのは、はい、記者会見の内容を動画で発信してます。あ、そうなんですね、はい、それ見ると徳島大学のホットな話題が分かりますので、はい、ぜひまた見てください。はい、見てみます。はい、はい、では野地学長から話を伺います。塩崎さん、学長に突撃インタビューよろしくお願いします。はい、とまず最初に、と徳島大学の特徴って何ですか？はい、徳島大学はですね、どちらかといえば理系の学部が多いんですね。で、まず蔵元キャンパスでは EC 薬が全部揃っているのは四国で初めてですし、それから栄養学科がございます。それから城山島の方は、理工とそれから、総合科学部と生物資源で、総合科学部の中に文系の方がおられますけども、それ以外の方はほとんど理系の方が多いので、そういう意味で割に理系の大学であるというふうなのが一つの特徴だと思ってます。はい、ありがとうございます。とじゃあ、その理系の大学の中でも、その今徳島大学が力を入れている取り組みって何ですか？はい、もちろんね、いろいろあるんですけど、今国から結構地方大学とか地域の産業を振興しようという予算が徳島県に来てまして、でそのお金が約6億あって、でプラスですね、県の方が4億足してほぼ10億円のプロジェクトがですねあって、そのうちの7億円ぐらいが徳島大学に来てます。それでそれはやはり、まあ、今はですね、光を中心にした産業を振興しようということで、P-RED という研究所があるんですけど、聞いたことありますか？いやー、ちょっとないですね。はい、意外に知られてない。ポスト LED フォトニクス研究所というんですけど、はい、で実はこれ聞いて知らなかったらちょっとショックなんだけど、中村修二さんって知ってる？知らないか。すいません、私が結構何も知らない感じなんですけど、三重の方なので。あ、そうなんですね。いやそうじゃなくて、あなたが三重の方なんで知らなくて、はい、仕方ないかなと思ったんですけど、実はノーベル
物理学賞を2014年だったかなにもらった方 で、はい、で LED を特に青色 LED を発見して発見して発明して、はい、それでノーベル賞をもらわれたんですよ。そのニュースは知ってます。あ、そうですか、はい、それがうちの卒業生なんですね。あ、そうなんですか。徳島大学の卒業生 で実際のその仕事をやったのは三ツ矢化学工業という、それもこの徳島の南に阿南というところがあるんですけど、阿南は知ってますか？あ、知ってます。でそこに工場とか会社があって本社があってですね、で彼はそこで青色 LED を発明して、それでまあ世界のその何て言うか光の世界を救って、で特に LED なんかだと例えば使用電力が少なくていいので世界が明るくなったと、全体的に。つまりそのことによって世界が救われた、だからノーベル賞なんですね。だからそういうことが我々大学の一つのモデルでもあるんですね。つまり地方から世界を変える仕事ができるということを中村修二先生が証明したわけですよ。で我々はその第2第3の中村修二さんを出していかなくちゃいけないっていうのがね、徳島大学の一つの流れで、で、まあ、それもあってじゃあ大学、特に徳島県は光で行こうということで現在考えてて、それの研究を一応進めていこうとしてるんですけども、ただ光というのはいろんな役割があって、でこうやって照明も光なんですけども、例えば通信も、今は電波なんですが、実は電波は光のどっちかで、光が電波の一種なのか電波が光の一種なのか、そんな感じなので、ですから今から 5G、6G っていう風になっていくと、だんだん光に近づいていくんですね、波長が短くなって。だからそういう単に照明だけではなくて、そういう通信にも使えますし、で最近ではですね、その光を使ってそのがん細胞を殺すっていう治療も行われ始めまして、ですから光っていうのがあらゆる世界にその非常に重要な役割をしているので、特に、今こう見える光っていうのは可視光っていうんですけど、その可視光以外の見えない光で、例えば紫外線っていうのがありますけど、それは例えば殺菌とかそういうことに使えますし、その赤外の方はさっきの通信の方にこれから使われてきますし、いろんな応用があるので、それを徳島から発信していこうということを現在考えてまして、なんていうか、徳島がそういう産業が起きることによって、極端に言うとそのうちに日本で最もリッチな徳島市になるということをぜひ実現したいと思っています。でそれはもうある意味で、大塚もそうなんですけど、大塚製薬、大塚ホールディングスもそうだし、日夜もそうなんですけども、徳島の小さなベンチャーから育って今の企業になっているので、その第二第三の大塚や日夜を作っていくということがね、我々徳島大学がやらなくちゃいけないことだと考えてまして、で決してそれは夢ではなくて実現できると考えてまして、あと10年ぐらいしたら最もリッチな大学になるというのが夢でございます。学長、今はね、徳島大学初のベンチャー企業も20社以上もできてますもんね。はいはい。で今まで多分皆さんもそうかもしれないけど、その学生の方ってそのいい勉強していい成績取っていい大学に行っていい企業に行ってそれで一生過ごすという、それが多分なんていうか親からっていうか世間がそういうふうに考えてるんですけど、あなたもそうかな。そうですね。さっきちょっと将来って聞いた時に、いい製薬会社にみたいな話してたので
で、もうもちろんそれが日本の企業がその成長している時には右肩上がりでこういうふうに成長している時はそれでよかったんだけど、はい、世界が変わってその今やっていることが古くなってくると、そういう教育をやってたんではもう日本が立ち行かなくなってるんですね。もう事実で立ち行かなくなってて、で日本はもう今やコロナの影響で分かったんですけど、後進国なんですよ。そうなんです。先進国ではなくてもう後進国になってるという。でその日経新聞にその記事が出てたんですけど、そのタイトルが日本はいつの間に後進国にというそういうタイトルなんで、コロナのワクチン後進国でしょ、デジタルトランスフォーメーションの後進国でしょ、それからジェンダーの後進国で、あとその政府は莫大な借金してて財務的にも後進国で、もう科学も後進国、もう本当にその先進的なことがないんですよ今日本は。でそのことが今回コロナ禍で一挙にその現れてしまったという感じがしますね。で最近そういうもうなんか暗い話ばっかりが多いんで、でそれは大学の日本の大学の責任でもあると思ってて、だってそういうふうに日本が悪くなっていくんだったらそれを良くしていくっていうのはやっぱり大学の役割だと思うんですけど、でそれを大学自身が日本大学自身がそれをやらなかったということ自体もものすごく大きな問題で、で、まあ、よその大学がやらないんだったらもう我々しかね、我々がやるしかないだろうと思ってて、もう気がついたものがやるしかない。で皆さんに新しいことをやるためにはその既存の企業では無理なので新しい企業がいるんですね。今の GAFA って言われているものも全てもともとベンチャー、もともと大企業ではなかったので今は大企業になってるけど、もともとは数人で始めたベンチャーなんですよね。だからそれを日本からあるいは徳島からその作っていかなくちゃいけなくて、まあ後で話出るかもしれないけどそのゲノム編集の会社とかそのコオロギのその会社はそれを目指してる会社だと、ベンチャーだとね思ってます。はい、さっき学長がおっしゃられたの光の研究に力入れてるっていうところで、ウイルスの不活化とかそういう方面の応用にもいろいろ期待が持てるんですよね。そうですね。だからあなたも生物だから分かると思いますが、DNA って遺伝子は吸収波長が260ナノメーターにあるんですね。でその260ナノメーターの紫外線を当てると DNA が分解するんです。でそのことによってそれをだからバクテリアとかウイルスに当てると、DNA が分解されていわゆる殺菌とか殺ウイルスっていうのが起こる。でそういう意味でそのさっき言ったように可視光以外の紫外の光をちゃんとその LED として使うということがそういう殺菌なんかにも使えるということになるんですね。ですからこういう技術って、いろんなところで非常に重要な役割を果たしてて、はい、まあ、これからもそういう役を果たしていくと思います。で細かい波長が短くなるとエネルギーが高いので細かいことができるので、例えば今 CD なんかもありますけども、それももっともっと密度が高くできるとかですね、いろんな応用が紫外を使うことによってできるようになりますね。はい、光の研究とかそれからコオロギ、食用コオロギの研究なんかも今学長もバッジつけてらっしゃいますけども、世界的に克服すべき課題の目標の SDGs、 これの課題解決にもつながるようなそういう研究を徳島大学でいろいろ取り組んでらっしゃるという感じですよね。はい、
今はバックキャストっていう言い方をするのが多いんですけど、はい、それは何かというと今から10年後20年後の我々人類や地球のことを考えて、でそのために例えばその環境汚染だなんだかんだってあるんだったら、それを今のうちに、まあちょっと多少遅いところもあるんだけど、今のうちに何とかしなくてはいけないっていうことが分かるわけですね。だから気がついた時に、じゃあ今からやろうって言ったらもう遅いんですよ。で今回のウイルスもそうだったけど、ウイルスが出てきたって言って何か始めた時にはもう遅い、こんな状態になってるわけですよ。でもあらかじめ予想してちゃんと薬を作っておくとかワクチン作っておけばこういうふうにはならないわけ で、 でそれが地球の環境の問題だともっともっといろんな影響がありますし、でそれをじゃあ今のうちにきちっと問題を解決するようにしていきましょうというのがバックキャストっていう、将来を見て今何をすべきかということを決めることなんですけど、で我々がその SDGs のやっぱりバックキャストで将来やっぱり地球を良くするためにはどうする、今何をすべきかということで、健康の問題もあるし食料の問題もあるし環境の問題もあるし、もういろんなことがあるんですけども、でそれがその研究テーマにもなるし我々の活動の原点になっていくっていうのが SDGs だと思うんですけどね。これちょっと作ってきたんですけど、これが SDGs で、人類が世界的に解決しなければいけない17の目標ですけれども、はい、これにいろんなつながるような研究を徳島大学では力を入れてやってます。はい、一番が貧困をなくそうですけど、直接我々はそこには関わってはないですけども、そうやって新しい技術で新しいものを生んでいくことがそれにつながっていくというふうに考えてます。でさっきの LED がまさに今まで光がなかった人に光を与えたということで、その貧困をなくすことにつながっていると思うんですね。で2番目が飢えをなくそうなんですけど、それはまさにコオロギが今さっき言いましたように、食料問題って必ず来るので、来た時に始めてももう遅いんですね。ですから今のうちにきっちり対応しとかないと、その食料は待てないので、ワクチンは待てましたけど待ってますがその食料は待てないので、もう1日いるので必ず3食いるので、だから今のうちにちゃんと対応しとかないと大変なことになります。はい、それから3番目が健康の問題ですね。でうちは医学部があるのでやっぱり光を使って、特に何て言うか、さっき言った光を使ったそのがん細胞をやっつける方法とかね、それはNIH の日本人が開発した方法なんですけど、今楽天がやってますが、それと同じようなことを徳島大学でも今いろいろな形で試みようとしてます。ロボット手術なども積極的に取り入れて、先進的な医療の研究ですよね。そうですね、はい、ロボットはね、これは今から遠隔操作っていうのが大事になってくるんですね。で、もともと実はそのアメリカ軍が戦争をして、アフガニスタンとかで戦争して、そうするとそこで負傷者が出るでしょ。でところがいい医者がいないので手術ができないじゃないですか。でそうするとその時にロボットをそこに置いといて、アメリカから手術するということを考えたんですね。でそういうある意味で軍事目的が最初だったんですけど、今は例えばその山奥の病院にそのロボット1台置いといて、普段とてもそのいい医者が行けないようなところでもその大学病院からちゃんと手術できるということができるようになるんですね。それが多分 5G の世界なんですけど、ロボットとその通信技術が一体化したときに初めてそれが実現する。で徳島は特にそういう過疎地域も多いので、
非常に重要なテーマなんですね。はい、ありがとうございます。でもなんか様々なことをやってるってことですごい知れてよかったです。はい、じゃあなんか徳島大学がこう目指している将来像とかってありますか？はい、さっきも言いましたように、まあちょっと簡単な言葉で言うといつも怒られるんだけど、やっぱり一番豊かな大学にしたいし、それを目指したいし、でその世界が豊かになることが我々が豊かになることにつながると思うので、で世界の豊かになることに貢献して大学が一番豊かなところになればいいなと思ってます。はい、でもファーストは最初にやるべきことはやはり世界のその問題を解決することに貢献して、でそのこと自身が我々が多分豊かになる一番の方法だと思ってます。はい、それがさっきの SDGs の問題にもつながっていくと思いますね。はい、ありがとうございます。ちょっとお話変わるんですけど、今コロナ禍で その大学の対応ってどんな感じですか？はい、今はだいぶ落ち着いてきたので、今日か明日ぐらいから少し、BCP そのをレベルをレベル2にもう落としたのかな、落としたまだまだなんだ落とす予定でいます。はい、だからあれ県がまだ落としてないんだっけ。あ、そうなんだ。だからちょっと落とせないんですけど、まあでももうすぐ落とせるようになると思うんですけど、だ特に あなたたちの学年はもう1年の時からその続いてもう2年目に入っちゃったんですね。そうですね。でむしろ聞いてみたいんだけど、オンラインの、あ、それしかやってないから分かんないのかな、はい、オンラインの講義とかはどんな感じですか？はい、しかもそれが1年続いたっていう感じ。そうですね、なんかなかなか友達とかにも会えないですし。あ、そうですね、友達作るのも大変だよね。そうですね、私の時は一応オリエンテーションっていうなんかその大学の最初の説明会みたいなのがあったので、そこでなんとか友達とか作ったりはしてきたんですけど、でもそれ以上そこまでなんかそこからがなかなか広がらなかったりはして、結構大変でした。うん、クラブ活動もやれてないですね。そうですね、はい、全然できてないので。大学入ったらこんなクラブ活動やりたいみたいなのあったんですか？あ、私はずっとバスケットボールをその中学校までやってたので、バスケットボールをまたしたいなと思って、まあ、入ったんですけど、なかなかできなくて、うん、そうですね、まあ、だから今の2年生は本当大変ですわ。申し訳ないと思ってますね、本当に。うん、入学式もなかったしね。そうですね。阿波踊りもなかったよね。そうですね、見たことないですね徳島に来て、はい、有名とは聞いていたので、はい、見てみたいんですけど、はい、なかなか見れなくて。大学にも阿波踊りのクラブ道具がありますよね。そうですね、いやもうたくさんあるんですよ。ね、今有名なのは栄養学科かな。栄養学科のその阿波踊りのチームはめちゃくちゃうまいんですよ。うん、あ、そうなんですね。だから、まあ、そういうね、いろんなチームがあって、うん、もうね、7月に入り出すと入ると普通はね、5時過ぎるとどことなくその鐘の音と太鼓の音が聞こえてきて、実はそれは学生が阿波踊りの練習を始めるんですよ。だから1ヶ月以上かかって、1ヶ月半ぐらいかかって阿波踊りに出るんですけどね。はい、もうそういうのも一切なかったですよね。そうですね、そういう鐘の音とかも聞いたことないですね。いや、だからまあ、本当にこの異常な、そのなんていうか、
年が、まあ、2年目に入ってて、うん、今年も阿波踊りどうなるかちょっと分かんないんですけど、うん、多分大学からは、まあ、少なくとも本部は出さないんですね、はい、うん、もう決めました、うん、ですから今年も多分、まあ、市はやるのかな、ちょっと分かんないんですけど、まあ、多分感染状況に応じてどんな仕組みにするのか分かんないんですけど、うん、まあでも いわゆる普通の毎年やってた状況には絶対ならないですね、うん、そうですよね、だいぶ違うと思います、うん、去年オンラインで学長の話を、はい、聞いたことある、あ、はい、でしたっけ、はい、コオロギの話でした、あ、そうですね、で学長がコオロギの研究をされてるってことを知ったんですけど、そのコオロギの研究をされたこうきっかけとかって何かありますか？話せば長いんですけどねまあ今実は 本を書いてるので詳しくはそっちを見ていただければと思うんですが、はい、私は進化にその進化のメカニズムに興味があって、だって我々の そのずっと人類の先祖って遡れば1個の細胞で、でしょ、はい、でそれが多分進化して魚になってネズミみたいになってで猿みたいになって現在来てるわけだけど、その進化がどうやってそれが起こってるかっていうのは実は生物学まだ本当の答えを持ってないんですよ。でダーウィンが言って進化論って出てるんですけど、うん、じゃあ具体的にどうやって進化したかっていうことは我々は知らないんですね、うん、それでその進化を一番研究しやすいのは何かと考えてた時にその昆虫だと思ったんですね。でその昆虫の中でもものすごく不思議に思った昆虫がいて、それが花に擬態してるあるいは葉っぱに擬態してる昆虫ってのがあるんですよ、うん、葉っぱにそっくりとか蘭の花にそっくりとかっていう昆虫がいて、はい、うんうん、で自分で勝手にねその葉っぱや花になれるわけじゃないので、はい、うん、じゃあどうやってじゃあそれが昆虫が花や葉っぱになったのかっていうメカニズムが知りたくて、でそれ自身は多分進化のメカニズムと同じだと思うんで、うん、我々が猿から人になったのと同じメカニズムでそういうふうになっていると考えてて、それで実は最初はその花に擬態したカマキリを、それは花カマキリって言うんですけど、マレーシアにいるんですが、はい、それを研究しようと思って、うん、でそれを輸入してそれで研究始めたんですけど、飼育するのが難しくて、うん、でその時にですね、餌だったのがそのカマキリの餌だったのがコオロギだったんですよ。あ、そうなんです。それで全部カマキリが死に絶えて残ったのが元気なコオロギだったんです。それで、あ、このコオロギの方が実験しやすいなと思って、だったらコオロギを擬態させてやろうと思って、逆にでそれ未だにできてないんですけど、まあ、できたら多分ノーベル賞ですけどそういう学長のコオロギに対する熱い思いが他の先生方にも今脈々と伝わってるっていう感じですよね。そろそろ学長ちょっと時間が迫ってきましたんで、最後にテレビとか YouTube ご覧の皆さんに学長からメッセージをいただければと思います。わかりました。徳島大学はやっぱり企業業を起こすということに、まあ、少し力を注いでいこうと思ってます。それでそのためのいろいろシステムを作ってますので、若い学生の方は、まあ、も含めて、まあ、教員の方も含めて起業したいという方はぜひ一緒にいろんなことをやっていければと思ってますので、よろしくお願いいたします。またコロナ等でいろいろ大変な時期ですけども、大学としても皆さんを支援していきたいと思いますし、皆さんからのご支援もいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
学長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は今日の学長の話にも出てきましたけれども、食用コオロギの研究を進め、実際には大量に飼育して食に応用していらっしゃるバイオイノベーション研究所の渡辺隆人助教にお話を伺います。全国的にも注目されてますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。